今日も全力ぶっちぎりマキピロくんだ、リオでございます。はい、ということで、今回はですね、はい、9周年期間限定9周年記念パックです。あ、そうや、はい、ありがとうな。暗記できんのか。あ、さっきまで読んどったやんか。で、これが、10月の15日土曜日、はい、4時から、はい、で、11月15日の火曜日3時59分まで、はい、弾ける、弾けるっていうか買える、買えるやね。おう、でもさ、これ弾けと言わんばかりにガチャのあの画面に出てくるんだよね。まあでも正直結構熱いわけよ、このガチャ。まあね、結構熱いよね。っていうのもラインナップ、はい、こちらになってます。はい、で、まあこの中でも特に大きいなって思うのが期間限定のキャラクター、うん、あるからね。例えば、うん、超獣神祭、劇獣神祭のキャラクターとか、うん、まあグリーンファンタジーとかね、はい、ああいった属性ガチャのキャラクターに関しては今後も引ける可能性はあるんだけど、うん、この期間限定だけは正直逃しちゃって、あーでも今欲しいなと思ってるやつとかね、うん、例えば、この中で言ったら、はい、天魔の古城とかやってる人はフランクリンアルファとかね、うん、その辺がゲットできるチャンスでもあると、うん、まあもう逃してもゲットできないようなね、キャラクターがゲットできるチャンスは正直ここぐらいしかないかなっていうところもあるので、うん、あとはキャラクターの範囲が結構狭いと、うんうん、ということで結構おすすめ、そうやね、のガチャになるかなと思います、うん、ということで今回は4赤引いてみて、はい、実際どれがどれくらい出るのかとか、まあ、検証兼ねて、うん、ちょっと4000円飛ばして、ガチャの方皆さんにお見せしたいと思います。やったろで、ありがとうございます。出すよそれくらい。え、あ、出しますわ。全力ぶっちぎり。はい、私のサブアカ持ってきました。ちょっと詳細でさ、あ、そうね、見したって。今持ってるの、あ、こうやってね、キャラクターのね、詳細、あの、これチケット買わなくても一応ね、うん、詳細で確認することできます。はい、結構まあこっちサブだからそんなにネオンも持ってないしね、うん、うん、持っていないのが多い。メインですら結構持ってないキャラクターおるからな。そうだね、うん、でもこの中で私が一番欲しいのは、うん、あのエビ天娘と、うん、これと、あ、これね、ウボさんと、うん、これ顔だけ。まあでもそのぐらいか、うん、うん、お、狙っていきたいと思います。その辺引けたらでかいな。はい、はい、でいきますよ。お、こっち、こちら、お願いします。限定とか来たら、でもでかいよな、うん、メインも持ってない子が欲しい、頼む。はい、これなんか演出とかあるんかな。あ、あるみたいで。あ、本当？うん、何もなかったよ。はい、おー、ジョック、でかっ、おーおーおーおお、でかっ、こっち発言やない多分。まあ今まで貸し取ったからね、使う場合は。あ、発言や、引いてないもん。ありがとうございます。いや、これでけえな、でかいな、いきなり限定来たよ。じゃ次どうぞ。ああ、はい、俺のターン、俺のターン、はい、もう詳細いいやろ。見してよ。あ、何が欲しいのよ。あーと、あ、アンドロさんから、アンドロさんな、捨てた女。アンドロさんと、そうやな、あとは俺オフィーリアルファ、あー、ゲットできんかったから、その辺かな、うん、エビ天、エビ天、あと千早欲しいなと思って、あ、うん、あ、そっちね、アルスさん、アルスラン、うん、あ、アルスランはマジでやべえ、やべえか、うん、天魔とかでも使えるし、お、うん、これはマジでやべえからちょっと欲しいなっていう感じではある。はあ、ということで早速引いていくぜ、行ってみよう。ああ、行ってみよう。画面に寄られたすぎる、最近ガチャもいいですからね。一発やからな、はい、一発勝負やからな、はい、おー、行くぜ。ここで引っ張って超えるからね。持ってる男は引っ張ってくる。発言やといいね。おお、ケルケゴールだっけ、違った。発言、あ、違ったね、持ってたね。おクソや、クソガチャ、クソガチャや、こんな差がすごいな。
はい、こちらメインです。おー、行ってくれ。詳細いきます。おー、行ってくれアンドロさんいませんね。あ、そうやな。うん、あ、ねえ、あれが欲しい。あ、これこれこれ、ベネットアルファもう一体欲しいんだよね。俺の声援が、ベネットアルファとか俺の声援がうるさい、ちょっと静かにしてくださいあ、こっちはあれか、まだ俺の声援が、かまちルナいないでしょあ、ポン、ポンアルファもね。ああ、今初校でさ、大暴れしとるやん。ああ、もう一体、あのサブはいるけど、もう一体おってもいいかなって気もする。そうやな、アルファのキャラは欲しいな、うん、あとまあエビ天だね。ああ、とにかくエビ天はどれか欲しいよねまああんま夢膨らますこうなるぞ、知ったもんなこうなるぞ、俺も夢見とったわ、行くで。俺冷めちゃったから行きます。まだまだこれからなんで、行きます。さあ来い。はい、おー、限定だ。くそ、さあさあ、はい、貴重。なにこれ、劇中祭りになってる私すごっ。あ、でもこっち持ってたんだな。そら持っとるやろ、デルマリカチャやっとんねえで。あ、そっか、メインやそうやそうか、そうか、貴重はちょっと辛いな。そうか、じゃ、締め、鳥はい、さあ、ラストですよ。一応詳細見ましょうか、うん、まあ一緒ですよ、アンドロさんとそうだな、うん、何が欲しい。エビ天、うん、らへんかな。うん、アンドロさんとエビ天か。あとフィーディアルファや、俺の嫁。嫁、うん、あ、かわいい、かわいいよね、このイラスト。神、よし、行こう。夢見てな、一応な、夢見ることは大事やお。もう大丈夫か、神神降りてこん、笑いの神しか降りてこんから、いなりやすすぎるさあ、優しさで迎えに行かないかんとかあるからね。あ、新しい子や、何やったっけこれ、プルメアやったっけ、何だっけ、何だっけ、プロテア、そうや、ニュー初ゲットおめでとう。あ、こっち初ゲか、サブ持ってるけどな。そうやな、こないだ見たな、うん、期間限定引け取らんなそういえば。はい、ということで、え、ちょ待って、あれついでに引かない、ランク達成。あ、もうバババーとおまけで引こう、それおまけで引くか、はい、あ、OK だ。はい、ということでですねまあ今回ですね、はい、いいキャラ引けるかなと思って、ガチャをしました。はい、1000円失いました。はい、結果は、はい、俺はクソでした。私はいいんじゃない、結構まあ外れではないな、ね、うん、ただまあやっぱアルファ引けるチャンスではあるけど、まあなかなか難しいなって言ったところはあるのでね、うん、まあ皆さんよく考えて、はい、まあ、購入の方してください。はい、ということで今回の動画を超えて終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。あー、つらさあさあ、ああ、どうやって引く、もう2画面でいっちゃう、めんどくさいね。おう、そうしようか。おう、じゃあサブからいくか。おう、はい、じゃあね、まず、はい、ランク達成ミッション、こっち先行こうぜ、うん、こっちか。おう、星6確定ガチャ。おう、引くぜ。いくで。まあ気軽にね、ランク達成おめでとう。これ99のやつかな、たぶん。俺なんか2回引けるわ。私もなんか2回引けるんだな。いきますよ。はい、もうさっきみたいにさ、こうレアなやつが出る感じじゃないから、うん、ものすごい気軽。はい、あ、イチゴ、ミスターインプレイ。あ、発言だ、こっち。ああ、イチゴって言った今、私イチって。イチゴ違う、ブリッジ。挽回やったもんなやったな。じゃあこっち行きますね。それ限定やろ、俺もう一個引けんねん。え、なんで、
もうひどいでいいか。いいよいいよ。うん、え、じゃあ3個弾けるってこと？もうそうやな。うん。なんかいっぱいあるね。でもランクそんな変わらんのにな。よくわからんねこれね。こんなもんや。うん。通ったな。早い。よしよしよし。早い早い。よし、じゃあこの限定や。限定や。これ限定どこまで出るの？あ、聖徳太子とか、あ、おるよ。千葉屋。あ、エビ天もおるよ。え、これ、いや、これで出ちゃうかもしれんよ。お、エビ天。いくで、重要。いきます。エビ天お願いします。神です。いきます。今度は頼むぞ。ハレックスでも初ゲや。お、初ゲなんや。オッケー。こっち何個ある？1個。1。よくわからんな。いきます。じゃあ一発勝負。なんか引いとったんじゃん。わからんけど。全然記憶にない。いくで。はーい。よし、じゃじゃー。はい。はい。軽めにね。うん。こんなのはもうゴミしか出んねえから。ゴミって言ったらいかんのじゃない。はい。メラニアン出てきたわ。これ誰だっけ？あのも、なんてっけ、もん、なんてっけこれ。こんなのいたっけ？あ、え、そんなに、そんな、なったっけ？モンジュか、モンジュ、モンジュ、モンジュ。え、ちょ、そんなに変わったその人？うん。びっくりなんだ。これあの、二人で。あ、そっか。このイメージが強いわ。うん、そんな姿初めて見た。入れ替わるから。なんや以上です。なんやこれ。もうボロボロや。まあこんなもんやろ。ああ、はい、本日終了。ガラ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 。